スタジアムです。ベイスターズ対読売ジャイアンツ、このゲームの模様をお送りいたします。ベイスターズの先発は左の浜口、対するジャイアンツの先発は左のグリフィン、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。左の浜口マウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあ注目の立ち上がり、トップバッターは佐々木。第9球チェンジアップはストライク。投球これから2球目、打ちました。マーキーボールを取る、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番門脇。背番号5。第9球投げた、見送ってボール。第2球アウトサイドストライク、少し迷ったか。第3球は打った、三遊間の当たり、一塁へ送る、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番坂本。第9球投げた、初球フォークボール空振り。投球これから2球目、打ちました。オースティン下がっていった、これはファースト間に合いません、ファウルボール。投げました、引っ張った、ファール。第4球を投げました、打ちました、ファウルボール。さあ5球目、内角直球は外れてボール。第6球を投げました、変化球はアウトローへ、ボール。第7球を投げました、真ん中空振り三振。浜口3安がうなります。浜口上々の立ち上がりを見せています。左のグリフィンマウンドに上がりました。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。1回の裏ベイスターズ攻撃に入ります。先頭バッターは渡来。第9球投げました、真ん中ストライク、まずは見送りました。第2球ナックルカーブ見送ってボール。第3球を投げた、打った、門脇掴んだ、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番桑原。第9球投げた、打ちました、ファール。第2球投げた、ボール、インコース低め。第3球を投げた、ボール。さあ4球目ストライク。第5球投げた、ストレートはボール。第6球はボール、フォアボール。フルカウントから選びました。左バッターボックスは佐野。第9球投げました、ボール、まずは外角。第2球打った、アルボール。第3球を投げました、カットボールはストライク。第4球はボール。第5球投げました、打ちました、十分ご注意ください。投げました、ナックルカーブ見送ってボール。第7球を桑原スタート、これもフォアボール。ここはよく見ました。バッターは4番マーキー、大きな声援が届いています。第9球初球を打った、レフトへ上がった、掴みました、三塁は三塁タッチはセーフ。ベイスターズなおもチャンスが続きます。第9球投げました、1球目ストレート空振り、いきなり152キロ。第2球投げた、打ちました、しかしもう一つ伸びがない、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げた、サークルチェンジはボール、外角へ。第4球を投げた、打った、センターへの打球ヒットになります。センターからサードへ、ベイスターズまずは1点先制、1対0。今の先制の場面リプレイでご覧ください。バッターは6番オースティン。 Number 3 タイナー
球、投げた、決まった、ストライク。第2球、見送ってボール。投げた、打ちました、サード、これは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。1回の裏が終わりまして1対0、ベイスターズまずは先制しています。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは岡本。第9、投げました、ボール。第2球、投げました、低めのボール引っ掛けた、フラフラっと上がった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは5番、丸。背番号8、第9、これは引っ掛けた、内野ゴロ。オースティン、ボールを掴んだ。オースティン、そのままベースに入ってツーアウト。バッターは6番。第9、ボール。第2球、投げました、変化球、ストライク、高め。第3球を投げました、打った、マーキー取った、一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。浜口、三者凡退に抑えています。2回の表が終わって1対0です。2回の裏、ベイスターズ攻撃に入ります。先頭バッターは山本。第9、投げました、低め、外れてボール。第2球、投げた、打ちました。第3球を投げた、外角高め、ボール。次は4球目、投げた、打ちました、ショートの右、門脇、ボールを取る。ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには山田。第9、投げた、真ん中に送ってストライク。さあ次の投球、打った、当たり少ない、岡本掴んだ、グリフィン取ってアウト。これでツーアウト、ランナーありません。第9、カットボールはボール。第2球、投げた、外角高め、空振り。第3球を投げました、打ちました、追い込んでから投げました、カットボール、空振り三振。低めの変化球にやられました。グリフィン、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。2回が終了しまして1対0です。3回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは大城。第9、投げました、低め、ストレートは外れてボール。第2球、投げました、チェンジアップ、空振り。第3球を投げました、インコース高め、ストライク。第4球を投げた、ボール、外角高め。第5球、投げた、打ちました、痛烈、入れば同点だ、伸びた、伸びていった、見送った、ホームラン、同点ホームラン。白球は無情にもスタンドへ。ヒットだったでしょうか、完璧に捉えられました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。さあ先ほどの同点の場面です。バッターは8番、吉川。吉川直樹、背番号2。第9、投げた、初球空振り、タイミング合いません。さあ次の投球、投げた、アウトコース低め、ボール。第3球を投げた、打った、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。追い込んで投げました、打ちました、抜けた、吉川、ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。ベイスターズ、ここはバントに警戒します。第2球、投げました、ここで送ってきました、ボールはキャッチャーの前、一塁送球、マーキー取ってアウト。ランナーは二塁に進みました。ベイスターズピンチを迎えます。投げました、打った、ファール。投球これから2球目、内角球、空振り、これで追い込みました。
追い込んでから第3球を高めボール球打ったライトフライ飛距離は出ていません掴みましたランナー二塁に戻りますこれで2アウトランナーは二塁変わりませんまずは二塁牽制タッチはセーフ二塁はセーフ高速スライダーボール第2球投げました内角低め高速スライダー外れてボール第3球を投げましたあっと引っ掛けたセカンド左横のフライになりました取ってこれで3アウトチェンジでは改めてリプレイをご覧いただきたいと思いますの表が終わって1対1ベイスターズこの回1点奪われ同点とされていますベイスターズこの回は打順よく1番からの攻撃先頭バッターは渡来最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています投げた外れたボール第2球投げた打ちました第3球を投げた3球目ストライク追い込んで第4球を打ちましたピッチャー返し抜けた渡来いいバッティングを見せましたこれで2打数の1安打初球送りバントセカンド取ってアウトさあ得点圏にランナーを送ってきましたベイスターズ勝ち越しのチャンスを迎えます投球これから2球目打ちました引っ掛けた岡本一塁踏んでアウトベイスターズなおもチャンスが続いていますボールさあ次の投球ボール投球は3球目投げた3球目ストライク第4球を投げた打ちました岡本バックしていった取りましたこれで3アウトベイスターズ三塁までランナーを進めましたが勝ち越しはなりませんでした序盤終了しまして1対1です試合はこれから中盤4回に入りますこの回の先頭バッターは坂本投げました真ん中ストライク第2球打ったファウルボール第3球を投げましたボール投げました見送ってボール第5球投げましたボールさあ6球目投げましたフォーク外れたフォアボールいきなりフォアボールを与えてしまいました第1球投げた初球空振り第2球投げたボール第3球ボール第4球を投げた空振り第5球投げた高め空振り三振左バッターボックスは5番丸最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています第1球ストライクさあ次の投球ボール第3球を投げたボールアウトローへ第4球を投げました外角低めボール第5球投げました直球ストライクさあ6球目投げました外れてフォアボールこの回2人目のフォアボールですベイスターズ一打負け越しのピンチを迎えています初球から打ってあっとインフィールドフライ取りましたこれで2アウトランナーは一塁二塁変わりません投げました初球はストライクまずは決めてきました第2球投げました空振りキレのある変化球第3球を投げた外れたボール第4球を投げたボール次は5球目打ちました抜けたセンターバックホーム二塁ランナーホームインベイスターズ勝ち越しを許します2対1今の勝ち越しのシーンリプレイでご覧ください
さあ、ツーアウトランナー一塁二塁という場面で吉川ストライク。第2球打った、引っ張った、ファウルボール。第3球を投げた、ボール。さあ4球目、膝元、ボール。第5球投げた、これは引っ掛けた。オースティン余裕があります。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって2対1、浜口この回さらに1点を失いました。4回の裏、ベイスターズ攻撃に入ります。トップバッターは宮崎、投げた、ストライク。いきなり152キロ。1球目ストライクから、第2球見送ってストライク。第3球を投げました、インコース高め、外れてボール。第4球を投げました、見送ってボール。投球これから5球目、ナックルカーブ見送ってボール。第6球はここは選んでフォアボール。先頭バッターしっかりと見極めました。第1球投げました、完全に外れた、ボール。第2球内角高め、カットボール外れてボール。第3球を投げました、ボール。ジャイアンツ内野陣はゲッツー体勢。第4球を投げました、バントした、ピッチャーへ転がした、取った、アウト。スコアリングポジションにランナーを進めました。ベイスターズ同点のチャンスを迎えます。投球これから2球目、見送ってボール。第3球を投げた、インコース引っ張った、ファール。第4球を投げた、外れた、ボール。次は5球目、アウトコース、空振り三振。右バッターボックスは8番山田、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第2球インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げた、3球目空振り。追い込んでから第4球を見送ってボール。第5球投げた、カットボール、見逃し三振。リプレイをご覧ください。ベイスターズ得点圏にランナーを送りましたが、同点に追いつくことはできませんでした。4回の裏が終わりまして2対1です。ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターピッチャーグリフィン。第2球チェンジアップはボール、外へ。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げた、決まった、ストライク。さあ投球は5球目、投げました、ボール。投げました、三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第9球初球高速スライダー空振り、インコースのボール球を振らせました。第2球投げました、インコース外れてボール。第3球を投げました、打ちました、抜けた、佐々木ナイスバッティングです。先ほどのプレーです。バッターは2番門脇、今日はサードゴロとセカンドフライ。投げました、打った、ファールボール。第2球佐々木走った、投球ストライク、ボール、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。さあリプレイです。第3球外れた、ボール。次は4球目、投げた、空振り三振。さあ追加点を与えたくない場面でバッターは坂本、今日は三振とフォアボール。二塁タッチはセーフ。第9球投げた、見送ってボール。第2球打ちました、当たり損ない、ショートこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。浜口ワンアウト2塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。5回の表が終わって2対1です。ピンチヒッターは楠本、
第9投げた初球空振り少し意識しすぎたか第2球投げた打ちましたファール追い込んで投げたアウトコースボール第4球を投げました真ん中空振り三振三者連続三振になりましたでは改めてリプレイをご覧いただきたいと思います打順は1番に帰って分からない第9投げました打ちました初球打ちこれはライトフライになった掴みましたこれで2アウトランナーありませんバッターは2番桑原これが3度目のバッターボックス第9投げましたインハイ外れてボール第2球ストレートはボール第3球を投げましたボール投球これから4球目真ん中に伸ばしてストライクここは1球見送ります次は5球目投げました空振り第6球は打ちましたいい当たりセンターへ飛んだセンター交代ワンバウンドヒットセンターからセカンドへ桑原ツーベース初安打リプレイをご覧ください1人を置いて迎えるバッターは佐野ひときわ大きな声援が聞こえます初球はカットボール空振り1球目空振りから打った第3球打ちました投げた低めボールセカンド牽制球です2塁タッチセーフ第5球投げたボールジャイアンツここは引っ張りに警戒しますさあ6球目打ちましたサードこれは守備範囲内アウトスリーアウトチェンジ先ほどのプレーです2塁までランナーを進めましたが同点には至りませんでした5回までが終了しまして2対1です浜口降板マウンド上は山崎今日2番手としてマウンドに上がりますジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか第9球初球引っ張った切れていきますファール初球ファールから投げた打ちました追い込んでから投げたボール投げた逆らわずに右へライト線に打球が飛んでいますがファールボール投げました打ったに当たりだ入るか入るかセンター下がった取りましたこれでワンアウトランナーはありませんバッターは5番丸今日はファーストゴロとフォアボール第9投げましたストレートはボール第2球投げました空振り第3球を投げましたボール第4球を投げました空振りさあ5球は5球目投げたストレートはボール第6球を投げた打ったサード右抜けるかアウトこれで2アウトランナーありませんバッターは6番今日はセカンドゴロとセカンドフライボール第2球投げた内角外れてボール第3球はストレートはボール第4球はストレートはストライク第5球投げた打ちましたあっと引っ掛けたフラフラっと上がった掴んでこれで3アウトになります山崎三者凡退無得点に抑えています6回の表が終わって2対1ですグリフィン降板左のバルドナード今日2人目のピッチャーとして登板です
期待しましょう。注目の投球です。第9球初球決まってストライク。まずは見送りました。第2球投げた、ボール。第3球を投げました。きた、入れば同点だ。左中間、入った入った、ホームラン、同点ホームラン。左中間スタンドに叩き込んだ。ヒットを逃しませんでした。4番の一振りで同点。チームメイトが迎えます。今の同点のシーン、リプレイでご覧ください。バッターは5番宮崎。第9球投げました、打ちました。一塁線いい当たりですが右に切れていきます。打ちました、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げました、打った、ファール。第4球を投げました、外れた、ボール。次は5球目、打ちました、これはいい当たり、入れば勝ち越した。さらに伸びていく、ワンバウンドヒットになった。センターからセカンドへ、宮崎ツーベースヒット。ベイスターズ勝ち越しのチャンスを迎えます。さあリプレイです。ランナー1人を置いて迎えるバッターはオースティン。大きな声援が届いています。第2球投げました、流し打ち、どうだ、ぐーんと伸びて右に切れました、ファール。見送ってボール。投げた、ツーシーム見送ってストライク。次は5球目、投げた、変化球アウトコースへ外れてボール。第6球は打ちました、二塁ランナー三塁へ、破った。宮崎一気にホームへ。ベイスターズ1点リードを奪いました。3対2。勝ち越しの場面、映像でご覧いただきましょう。さあノーアウトランナー2塁という場面で山本、今日はショートゴロと三振。第2球見送ってボール。第3球を投げた、空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、引っ張った、レフトへの打球掴みました。ランナー2塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第9球投げました、初球空振り。第2球ボール。投球はこれから3球目、高めの球空振り。第4球を投げました、サークルチェンジャー、ボール。第5球投げました、ボール高め、投げました、打った、これはいい当たりだ。打球はそのまま伸びていく、ライトを見送った、ホームラン、ツーランホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった。今チームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターはピッチャー山崎。第9球ツーシームはボール、まずは外角高め。第2球ボール、投げました、打ちました、抜けた。山崎いいバッティングを見せました。バルドナード降板、マウンド上ピッチャーは船場様、今日3番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第9球投げた、シンカーはボール、まずは低め、投げた、ボール。
投げた、アウトロー際どい球、ボール。投球これから4球目、4球目空振り。次は5球目、低めのボール引っ掛けた、ライト方向へ持っていきましたが、ランナー1塁に戻ります。ライトを取りました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。投げた、高め際どい、ボール。第2球、投げた、インコース空振り。投げました、打った、強い当たり、伸びた、伸びていった、ライト取って、これで3アウトチェンジ。中盤まで終了しまして5対2ベイスターズ3点リードに変わっています。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは大城、今日2打点を挙げています。第2球、投げました、空振り。第3球を投げました、ボール。さあ4球目、打った、投球これから5球目、ボール。さあ6球目、投げました、打った、ピッチャーライナー真正面、これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、初球見送ってストライク。投球これから2球目、空振り、これで追い込みました。追い込んで投げた、高速シンカーはボール、アウトコース低め。第4球を投げた、打ちました、ショート右横のゴロ、山ボールを掴んだ、一塁へ送る、セーフ。記録はヒット、記録はヒットです。船畑に代わりまして長野、背番号7。第1球投げた、初球打ち引っ張った、アルボール。1球目ファウルから第2球、2球目ストライク。第3球を投げた、ボール。投げた、打ちました、抜けた、中継、ちょうどナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。第9球見送ってストライク。投球これから2球目、ストライク。第3球を投げました、外れた、ボール。第4球は打った、二塁ランナー三塁へ向かう、抜けた、バックホーム、間に合うかどうか。ジャイアンツ点差を2点に縮めました。リプレイをご覧ください。山崎降板、右のウェンデルケン、今日3人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。さあワンアウトランナー一塁二塁という場面で門脇、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振、ファール。2球目空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、見送ってボール。第4球はスラーブはボール。第5球投げました、打ちました、フラウ、あっとこれはインフィールドフライ、宮崎落下点に入った、取りました。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。第1球投げました、初球引っ張った、ぐーんと伸びて左に切れていきました、ファー、打ちました、キャッチャー落下点に入りました、取りました。これで3アウト。満員の横浜スタジアム、さあ夜空高く花火が打ち上げられました。船場様降板、左の中川、今日4人目のピッチャーとして登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。7回の裏ベイスターズラッキーセブンの攻撃、トップバッターは佐野。第2球空振り、ジャイアンツここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球を投げました、ボール低め。第4球を投げた、打ちました、これはショート真正面、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番マーキー。第9球ストライク。第2球投げた、低め、外れてボール。
第3球を投げた、ボール。次が4球目、投げた、ストライク。第5球、投げた、ボール。第6球を投げました、空振り三振、バットアウト。最後は151キロストレート。第1球、投げました、外れた、ボール。第2球、投げました、決まってストライク。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、ボール。次が5球目、スラーバーストライク。第6球は打った、次が7球目、これは引っ掛けた、ショート左横のフライになりました。門脇余裕があります、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ベイスターズクリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。7回の裏が終わりまして5対3です。ウェンデルケン降板、マウンドに上がったのは伊勢。今日4番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。第9球、低めストレートは外れてボール。第2球、投げた、打ちました、三遊間へのゴロ。一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは5番丸。第9球、投げた、初球スライダー空振り、バットが空を切りました。初球空振りから第2球、高めボール球打った、ライトへの打球掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番、今日はここまで3打数ノーヒット。見送ってストライク。さあ次の投球、ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、ストレートはボール。さあ5球は5球目、打ちました、ファール。投げた、打った、ピッチャー返し、抜けた。いいバッティングを見せました。バッターは7番大城、今日2打点を挙げています。第2球、ボール。第3球を投げました、3球目ストライク。さあ4球目、ボール。投球これから5球目、打ちました、レフト落下点に入りました。掴んでこれで3アウトになります。一塁ランナー残塁に終わりました。8回の表が終わって5対3です。中川降板、ここでマウンドに上がったのはカイル・ケラー。今日5番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。1球目ストレート空振り、いきなり151キロ。第2球、ボール。投球はこれから3球目、打ちました、これは内野ゴロ。坂本取った、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番山本、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。第2球、投げました、インロー際どい球、ボール。第3球を投げました、アウトロー空振り。次が4球目、投げました、ストライク。投球これから5球目、あっと引っ掛けた、サードの頭上、サード落下点に入りました。取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番山田、今日2打点を挙げています。投げました、ストライク、いきなり152キロ。第2球、投げた、ボール。第3球を投げた、打ちました、ファールボール。投球これから4球目、打ちました、切れていきます、ファール。第5球、投げた、打った、痛烈な当たり、ライト交代、フェンス直撃、ライトからセカンドへ、バッターランナー二塁でストップ、大和。
ツーベースヒットを放ちました。これで今日は4打数の2安打。カイル・ケラー降板、左の高梨今日6人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9位投げた、もうまずは外、第2球投げた、流し打ち、ファウルボール。投球は3球目投げました、ストレートはもう内角低め。第4球を投げました、打ちました、打球は右中間に上がった、ワンバウンドヒットになる。ベイスターズ1点入りました。6対3、セカンドから三塁送球、関根タイムリースリーベースヒット。ベイスターズなおもチャンスが続きます。先ほどのプレーです。打順はトップに帰って渡来、今日はここまで4打数1安打。第9投げました、見送ってストライク、まずは見送りました。第2球投げました、打った、ファール。第3球は打った、引っ張った、切れていきます、ファール。第4球を投げました、低めボール。第5球投げた、打ちました、第6球は打ちました、いい当たり、レフトへのフライだ、取ってこれで3アウトチェンジ。8回の裏が終わりまして6対3、ベイスターズこの回1点を加えています。伊勢降板、そして最後は守護神の森原、今日5人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう、注目の投球です。第9投げた、低め見送ってストライク、伸びのあるストレート。さあ次の投球、投げた、決まった、ストライク。投球はこれから3球目、打ちました、投球これから4球目、アウトロー、ボール。投げた、打った、サード右横のフライになりました、宮崎落下点に入った、サード取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。代打は優太。第9投げた、初球空振り、投球これから2球目、真ん中にストライク。第3球を投げました、見送ってボール。さあ4球目、ボール。第5球投げました、打った、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。第6球を投げました、スプリットはボール。第7球は外角高め、空振り三振。バッターはトップに帰って秋広。ベイスターズここは何としても抑えたい場面、初球を打ちました、ファールボール。第2球投げました、インロー、外れてボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げた、打った、次は5球目、投げた、ボール。第6球は打ちました、ピッチャー返し、抜けた、秋広、ナイスバッティングです。バッターは2番門脇、これが5度目のバッターボックス。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、直球空振り。さあ次が最後の投球になるか。一塁へ1つ牽制球を送りました。もう1回一塁へ牽制球。さあ4球目、151キロ直球、空振り三振。ベイスターズ見事勝利を収めました。